子どもたちに科学を身近に感じてもらおうというイベントが東北大学で開かれました。このイベントは東北大学と仙台市が協力し毎年開いているもので、今年は小学6年生およそ60人が参加しました。ロボットのからくりを学ぶコースでは、部品を組み合わせてアームの形を調整し、動力をどう伝えたら物がつかみやすいかを工夫しました。よかった、うん、嬉しすぎる。また色が変わりながら輝くステンドガラス作りや、紫外線で固まるプラスチックアクセサリー作りなどにも挑戦しました。とっても楽しかったし、家でも作れるなって思って家でも作ってみたいと思いました。初めてロボットも作れたし楽しかったです。人生の体験になったと思います。